YouTube ショート収益化。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。9月20日火曜日。はい、最初にですね、YouTube のね、クリエイターズ YouTube 様から、メールが届いておりまして、カルトトリマンチャンネルさん、ショート動画を作成するメリットが増えます。収益化の新しい選択肢をご紹介ということで、これまでだったら収益化の条件っていうのが1000人登録と4000時間が、達成したら収益化できますよという条件だったんですけれども、この度ショート動画の視聴回数が1000万回でチャンネル登録者数が1000人達成すると収益化できますよというね、新しい条件が加わったみたいです。これね、 TikTok だったらね、もうとっくに達成してるんですけれどもね、 YouTube ショートとなるとね、また別の話になるんですけれどもね、1000万回再生は結構ハードル高いなと、ね、バズりまくらんにはいけんなと。 TikTok だったらね、もう達成してるんですけどね、まあまあ、でも新しいね、その YouTube の、収益化のね、まあ、新しい基準ができたんでね、まあ、ちょっとモチベが上がる人が多いんじゃないでしょうか。というとともに、YouTube 様がね、思いっきりガチンコで TikTok とね、やり合おうというね、気満々な、お知らせでしたね。びっくりしました。はい、これがね、収益がね、どれぐらいになるのかなというところが、ヤフーね、ニュースの方にもね、ニュースがね、上がってましたね。収益、45%、クリエイターに割り当てられる全体の広告収益の 45% を YouTube ショートクリエイターが受け取り、ショート動画の合計視聴回数の割合に応じて分配されると。で、音楽の利用の有無は収益分配の割合に影響しないということなので、 45% らしいですね。 55% 持っていかれるのかとなると、なるほどと、どうですかね、なんとも言えないですねはい、まあ、とりあえずね、1000万再生目指してね、ちょっとやってみようかなと思います。はい、で、はい、本日ね、台風明けの、火曜日ですけれども、まあ、あちこちにね、昨日まで気づかなかったね、被害が出ておりましたね。近所のお店で屋根がぶっ飛んでるね、ところもありあってね、ブルーシートを張ってたりね、するところもありましたし、まあ、やっぱね、商店街のアーケードがね、めくりまくっとったりとね、うちはね、提灯直しとって本当良かったなと思いましたね。飛んでましたね、これは。はい、で、まあ、場所によってね、まちまちで、まあ、唐島が一番ひどかったんかなっていうぐらいのね、なんか全然被害なかったよっていうね、ところが多かったですね。従業員の方に聞いてもね、あ、大丈夫でしたよっていうね、人が多かったんで。はい、そんな中、台風明けの初日、ご来店人数3人、もうね、もう涙もちょちょ切れますよ。最初にね、ご来店くださったのが一回通り過ぎていらっしゃったんですけどね、外で、まあ、客引きって言ったらあれですけどね、暇だったんで外でね、流れを見てたんですけど、流れはなかったんですけど、たまたま通りかかった方ね、こんばんはって挨拶しながら、そしたらね、戻ってきてくださって、でお話聞いたら、広島からね、出張で下関の方にね、現場に入られている方お二人でしたと。はい、でもそれで終わりかなと思ったら、最後ね、先輩がお一人ね、ご来店くださいまして、トータル3人で、フィニッシュというね、台風明けの営業となりました。もうね、終わったなというね、感じがね、もう本当に、あふれ返りましたね。3連休は潰れ、台風で3連休で収益取れずで、ね、週明けね、週明けはもうね、もう3人と、で、来週もまたなんか3連休、来週で今週も3連休かな、
があるから、まあ、平日は動きが鈍いかなというような流れかなという感じでね、もう日々ね本当にね心がね削られていきますね。はい、まあそんな感じでね、まだまだね超厳しいね、流れが続いておりますけれどもね、あの台風の影響等があるでしょうから検査数とかもね少なかったのもあるんでしょうけど、山口県もね、まあ、何人とか200人ぐらいだったかな、200ちょっとぐらいだったと思いますけど、だいぶ減っておりましたね。はい、もうほとんどね日本人、集団感染したんじゃないでしょうかっていうようなね流れじゃないかなと、一通りかかってね、まあ、集団免疫じゃないですけどもね、次の、ね菌が出てくるまでバイ菌ってあえて呼びましょうか、菌が出てくるまでね、まあちょっと、フリーになってるんでしょうけれども、まあ行動様式がね変わっちゃいましたかね。はい、まあそんな感じで、まあ台風ね休み明け、まあ休んだっつっても、疲弊しただけでしたけどね、もう本当にバタバタしてね、あの後処理で、はい、というわけで、まあね、まあ YouTube 様が、まあ、TikTok にね対抗して YouTube ショーツね本気で TikTok 潰しじゃないでしょうけど、まあショート動画やってる人は基本的に TikTok も YouTube ショーツの方も両方投稿してると思いますので、二重撮り多分したいと思いますので、まあ別になんか共存共栄すると思うので、食い合うというかね同じ感じになるんじゃないかなと思うんですけれどもね。はい、どうでしょうかね、もう悲しいかな。 TikTok だったら、ね、その YouTube ショートの条件はねもう特にね、クリアしてるのにっていうのがねいいってちょっとなりましたというお話でした。はい、まあ今月もダメかな、ちょっと厳しいな。はい、残りねあと3ヶ月なんですけどね、今年もなかなか厳しい、感じになってまいりました。はい、というわけで終わります。ご視聴ありがとうございました。